チャンネル。こんにちは。さあ今回もあのコーナー行きましょうか。はい、はい、野球あるある。はい、もうね、早くも3本目。そうですね、はい、すごいっしょ。はい、ありますね。まだまだあります。出ますね。はい、じゃあ行きましょう。第1つ目、はい、ではお願いします。佐々木智也、冬でもポロシャツあるある。いや、野球あるあるっていうか、あの もうノズリーブやめてますね、何気に。あ、でも今日出そうと思ったら、こっちで肩出せないよ。あの、これあの、森藤さんスタイル。そうだそう。あの、一応これこうやってオフショルダーでも着られるニットなんですけど、でも、ちょっと私森藤さんではないので。このぐらいで。まあ、それ今喧嘩売ってるんですか。いやあ、ちょっとライバルなんでね、一応ね。そうなんですか。いや、一応高木豊チャンネルのね、美人アシスタントじゃないですか。そうなんですか。もうあのライバルですよ。そうですね、はい、じゃあ出しましょうか、ここまで。いやいや、じゃあちょっと このぐらいにしておきます。はい、またノースリーブそのうち来ますね。はい。いつまでポロシャツなんですか。いや、一生行きます。え、そうなんですか。いや、そしたらいつ撮ったか分かんないし、やっぱ季節感なくなしたいですね。あ、確かに。それでやっぱりね、その前後したら、はい、長袖、半袖、長袖、半袖とかになると、はい、なんかちょっと違和感あるでしょ。はい、だからもうね、できる限りね、ポロシャツで行きますよ、はい、勝負は。確かに、だってあの夏に撮ったやつ、うん、まだ出してない動画あるんですよ。そうそう、ありますよね。全然あるんですよ、またね、いろんなタイミングがあるんでね。そうなんです。出そう、もういいところに滑り込ませてますから。たまにあの私夏物のノースリーブ着てる動画が多分上がると思うんですよ。だって袴田さん一回、いや私はノースリーブで行きますよって言って、次の日袖ついてましたからね。誤差があるんですよ、その、ね。はい、それちょっとご了承ください。ご了承ください。ということで、野球あるある、はい、第1弾、はい、いきます。はい、お願いします。野球選手、集合やたら早い、あるある。おー、なんか前何かの動画でちょっと文句言ってましたね。いや、そう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 、集合早すぎてって言って。そうです、そうです、そうです、うん、でもめっちゃ早いんですよ、集合が。だからそれに慣れちゃって、はい、僕引退しても、うん、その習慣がなってて、はい、曲とかって曲入り、何時に曲入ってくださいね、あるじゃないですか、はい、じゃ仮に8時入りだったりすると、はい、7時とかに行ってたんですよ、はい、誰もいないですよね。いないです、いないです。いや、それいないですよ。でも習慣で1時間前とか30分前に、はい、その集合の、まあ、最低でも30分前に行くのが慣れてるから、はい、行ってたら誰もいないし、はい、逆に迷惑ぐらいな感じなんですよ、あ、早く来られすぎて。そう、そうなんですよ。うん、なんか他に仕事してる人にとっては対応もできないし、はい、だったらもうギリギリとかちょっと遅れてきてくださったぐらいの方が対応が間に合うわけですよね、曲側としては。そうなんですよ、はい、で集合時間に行こうとすると遅れるじゃんね。はい、だからいつもは30分前ぐらいに行って、ちょっと何かあった時に遅れてもまた集合時間には間に合うよスタイルで行ってるのに、はい、ギリギリで行くとちょっと遅れちゃうっていうパターンが出てくるんで、なんか難しいですね。いや、野球界の方が逆に簡単、早く行けばいいから。はい、はい、いや、確かにそうなんですよね。もちろん8時開始だったらそれまでに自分の準備をしていけばいいですけど、はいはい、集合って言われたら、まあ、でも私もやっぱ5分前からの間で行きますね。そんなジャストタイミングいけないじゃないですか。だからいつも30分前とか1時間前に行ってたのに、はい、あの誰もいないですもんね。いや、そうですね。あの控室真っ暗みたいな状況もあったんで、うんうん、はい、これ、あ、普通じゃないんやと思って、うん、そうですね。もうなんか全部何時集合何時開始っていうスタイルにしたらすごい楽じゃないですか。そうですね。佐々木チャンネルも、はい、まあ、集合がじゃあもし午後1時だとします、はい、そしたら1時集合を1時15分開始とかにしたら、その開始までに来ればいいよみたいな。あ、そうですね、そうですね、そうですね、やりやすくないですか。それはやりやすいですね、はい。だからそういうのはやっぱり今ね見てるプロ野球選手の人、関係者ね、あるあるって言ってるはずです。そうですね、はい、野球早かった。それがもしないないって言ってたらそのチームすごいですね。ああ、そうですね、うん、みんなが徹底してギリギリに来るみたいな。さあ次いきます。はい、はい、じゃあお願いします。はい、野球選手もしくはスポーツ界、やたら射程作りたがる。射程よく付き人制度がある高校とかもあるじゃないですか、はい、うん、ありますね。だからよくつるんでないですか、はい、子分たちと、はい、だからロッテとかで言うと、うん、朝ごはん、うん、一緒に来ますからね。へえ、
遠征先のホテルとかでとかもキャンプとかでも、うん、必ず朝ごはんにその長がいて、はい、その射程たちが並んで3人ぐらいとか4人ぐらいで必ず朝も一緒に来るんですよ、はい、でそれでタコ囲んでみたいな、はい、何これみたいな。あれ佐藤さん誰射程だったんですか。いやいや僕一人です。めんどくさいでしょ。まずね、自分の時間を犯されたくないんで、はい、呼びに来られるのもめんどくさいし、うん、呼びに行くのもめんどくさいし、はい、あと何気に気使うんで、はい、もう一人で行って一人で帰る方が楽じゃないですか、はい、だからその人たち夜も一緒に来ますから。あだからなんとかさん食事ですとか、はい、行ってんじゃないですか、下手したら。すごい、ずっと一緒なんですね。はい、そういう人たちってやっぱじゃあ自主トレとかも一緒にやったりするんですか。します。あ、はい、だもう常にだからもう射程グループですよね。一緒ですね。はい、でもね、僕は見てきたんです、プロ野球界で、はい、射程のまま終わる人はレギュラーになれないです。そうか、いつか自分が射程を作る側になっていかないといけないです。そうそう、独立していく人はレギュラーになっていくんですけど、はい、独立していかない人はレギュラーにならないですね、僕が見た限り、はい、ロッテでは。確かに高卒1年目で活躍する選手とかもいるわけじゃないですか。そういう人って誰かの射程になるんですか。ならない、まあ、なる人もいるでしょうね。誰かに、まあ、誰かについた方が楽なんで、はい、でまあ、食事とかもおごってくれるじゃないですか、うん、でもこれね給料が安いとね、はい、おごれない、独立してもおごれないんで居続けるしかないんですよ、はい、でもそこを頑張ってパーン行ったやつが行きはしていくって、うん、僕の見た限り、はいはい、でもまあやたら射程作りたがるような気がします。なんか いないですか、なんか縦のね、うん、縦みたいな、縦のつながりみたいな。まあ、確かにあそこ仲いいなっていうのはつるみすぎ、はい、でピッチャーとかありません、うん、でも僕キャッチャーだから両方行くんですよね。あ、そっか、うん、はい、でもね、射程は気をつけておかないとね、はい、この上の人は射程、はい、誰でもいいんですよ、はい、だからね、候補やめたら誰か新しくつけるだけですからね。あー、そっか、うん、だから早く一本立ちね、してください、プロ野球選手、はい、ね、ちなみに佐藤さん、誰のじゃあ射程だったんですか。福浦さんです。あー、あ、でもすごい尊敬してましたもんね。そう、はい、僕はもう一番上手い人につくっていうのがあるんで、はい、だからこれもよく言ってるんですけど、はい、誰につくか間違った終わりです。ちょっといやだからこれ多分社会でもそうだと思うんですよ、はい、つく人間違って終わるんで、うんうん、どこに入るか皆さん。高畑さん何派なんですか。いや私はみんなで仲良く派なんで、はい、つまんない、はい。ないない、はい。それ私ね、こうね、それないんで、はい、じゃあ次行きましょうか。はい、はい、はい、次行きます。はい、はい、お願いします。エラーしたらやたらグラブ見る。あるある、これです。言えないですか。エラーしたらやたらグラブこうやって見てるやつ。グラブが悪いかな。いやお前の腕やろって気持ち上がります、はい、なんで入らへんかったんかなって思うんですよね。それで見てるんですか。はい、はいはい、あとはまあね、あ、責任転換もありますよね。でもやたらグラブ見ますよね。まあなんか下向いたりなんかまあこういう感じではね、はいはいはい、ありますよね。あとなんかあとやたら鳴らし出すやついますよね。イレギュラーしたっけみたいな。でも自分の腕じゃなくて、はい、まあ、ちょっとブランドがなんかちょっと変だったかもなとかね。はいはい、やたらなんかのせいにしたがりますよ、ね、思いたいですよね、それは。これはもうね、試合中見てたらね、よくある方向です、はい、はい、風景です、はい、これはもうみんなあるあるっていうと思うんです、うん、はい、きっとあるでしょうね、はい、佐藤さんもやってたわけですしね。そうですね、はい、はい、さあ次です。はい、3位やたら見すぎあるある、これです。3位これ誰がですか。バッターボックスにいる人。はいはいはい、だって仮にね、うん、2アウト、ランナー3塁、うん、サイン見る必要あるっていう、3塁コーチャーが出してるサインを、はい、もうサインないでっていう。2アウト、ランナー3塁であるとしたら、はい、2ボールとか3ボールで待てですね、はいはい、打つな、はい、これはあるかもわかんないですけど、うん、2アウト、ランナー3塁で初球からサインないで、うん、おでも何か出るんじゃないかってやっぱ絶対出ない、絶対出ないいや、それでも一応見とこうっていう。いやいや、もうそ見すぎ、そんなことより対ピッチャー見て打つ準備した方がいいって。そうですか、はい、まあそうですね、もうそうよく言うでしょ、はい、テレビ局でも、うん、カンペとかフロアの人ばっかり見てる人、うん、いやいや、もう指示出て出て、まあそうですよね。やることやろっちって、はい。だからもうサイン見すぎな人ほんといますね、うん、やたら。まあ、アナウンサーも確かにカンペにめちゃくちゃ頼りすぎて出ないと何もできなくなっちゃう。いるじゃないですか。いますね、うん、だから出る状況分かってるから、はい、うん、そんな2アウトランナー2塁で3位出れへんでっていう、はい、待てぐらいやでっていう、はい、でもうプロ野球ってセーフティーとかの際もそんな時出ないんで、はい、やるとしたら自分でなんですよね、うん、だからプレミア12で源田が2アウトランナー3塁、周東3塁で源田が
なんかスクイーズ気味のセーフティースクイーズ2アウトからしましたけど、はい、あんなの個人で勝手にやってるだけで、はい、サインなんて出ないんですよ。だからその2アウトの状況でサインみんなっていう、あのもう出な何も出ないってこの状況、だからねサイン見ろって言われるぐらいがちょうどいいですよ、はい、あんの逆にみたいな、こんな時にみたいな、はぁみたいな、ほんぐらいで、はい、その時は集中した方がいいです、打つことで、うん、そうですね、はい、うんうん、じゃあちょっとね、ゆうき選手はあのね気にしていただいて、はい、あとね、あ、分かる分かるって言ってみましょう、言ってみますよね、あるあるって、はい、じゃあ次です、はいはい、ピンチになるとチラチラやたらベンチ見すぎ、あるあるピッチャー特にピッチャー、へー、ピンチになるとやたらベンチチラチラいるんですよ、はい、いやまあ交代させられないかとか、うん、出てくんのかなとかわかんないですけど、はい、もうベンチチラチラみんなっつって戦うのはこっちやろって思うんです、はい、それは何か動きがあるんじゃないか、俺大丈夫かなとか、ちょっとそっちの不安に、いや関係ないでしょ、出てきた出てきたでしょ、はい、そのチラチラこんないつも確認する必要ないですこんなもん、はい、キョトってんのかっていうそうなんですねあのスポーツ中継試合見てたら分かるんですよ、はい、やたらこうベンチになったら目がこうやってベンチ見てますから、へえ、ちょっと注目して見てみます、見てください、はい、もうチラチラ見すぎなんですよ、はいはい、もうねあるあるって思われてるかも見てみよう今度中継本当、え、じゃあちなみに、はい、パカパカさんアナウンサーあるあるないんですか、アナウンサーあるあるですか、はい、あだって前回言ったじゃないですか、考えとこって、あのねもうほんとしょうもないね、ニンニクね食べないとかさ、うん、あのそういうのしか出てこないんですけど、そういうの全く問題ないですよね、あのバシッと言ってやってください、ちょっとこれローカル局の話ですか、はい、ローカル局、はい、はい、ローカル局は地元出身アナウンサーがほとんどいない、ほとんどなんですか、おってなりますか、はい、はい、まあほとんどいない、いる局もいるんですよ、はい、あの沖縄の局とかはやっぱり言葉が通じない感じなんで沖縄出身者を多めに取ったりするらしいんですけど、基本的に全然地元とか関係ないです、へえ、だってね、はい、静岡なのに東北ですもんね、そうです東北、標準語でするんですか、もう標準語です完全に、ほんと親戚も友達も一人もいなかったんですよ、なんで行ったんですか、ご縁があったんでアナウンサー試験ってみんなまあ最初はキー局受けるんですけど、それがダメだったらもう全国受けるわけですよ、でもどこに縁があるかわからないので全国受けて受かったところに行く、他も受けたんですかちなみに、あ、受けました受けました、私も面接は10社ぐらいしましたね、あ、へえ、名古屋大阪、あと地元の静岡でも2局ぐらい面接しましたし、地元どうしたんですか、え受けましたそこはちょっと地元は優先したりしてほしいですよね、あ、まあそうですね、地元枠はね、もう地元のある局は最終面接で、あの落ちちゃってえ、そんで他局の人が、あ、他県の人が受かったんですか、そうです、ええー、はい、だって地元の人の方が視聴率上がりそうじゃないですか、いや関係ないんです、関係、そうなんですね、その局が欲しい人材、今年はこういうタイプの子が欲しいっていう子を取っていくんですよ、あ、そう、なんかタイミングあるらしいですね、僕も聞いた話によると、そうです、だって本当に採用ってその年に各局1人とか、多くてまあ2人3人、男女合わせてなんで、その年、あ、今ニュース読める子いないんだよな、ということは硬いタイプの子取りたいなと思ったらその子取りますし、ね、タイプによってその年に曲が欲しい子を取るんで、僕だって聞いたことありますもんね、はい、その民放の、はい、もう超有名のアナウンサー、はい、もう誰もが知ってるアナウンサーで、はい、なんでこのアナウンサーが慣れたかっていうと、はい、そういうタイプが欲しかったから、こう1年違ったらこの子は慣れてないって言ってました、あ、あると思いますね、はい、でもそうなんですね、関係ないですね、はい、だってその年に採用、もうアナウンサー今いっぱいで誰も辞めないから、アナウンサー取らないって曲もいっぱいありますからね、これあれですね、じゃあ全国のあのフリーアナウンサーがあるあるって言ってますね、あ、言ってますよこれは、ね、よっしゃ見てくれてるんですかね、アナウンサー見てるからどうですか、ね、なんかあとあの女性の方の比率、はい、あの9:1ぐらいで男らしいですからねいやでもね、はい、その1の女の人がね、はい、あるあるって言ってくれてるかもわかんないですね、僕も考えました、はい、女子アナウンサーあるあるえあるんちゃうかっていう、え、佐藤さんがアナウンサーあるある考えたんですか、はい、これあるんちゃうかっていう、はい、ぜひ、はい、じゃああるかどうか一回確認してください、はいはい、男性に誘われすぎて人間不信あるある、いやいやいやこれあるでしょ、いや誘われすぎていやそんなことないですよ、いやむしろこれはもしかしたら、じゃあキー局のアナウンサーは、はい、もういろんなお誘いがあるかもしれないです、ローカル局のアナウンサーはないです、ないんですか、もうむしろ出会いがなさすぎちゃって、うん、ま、全く私もう誰とも遊びに行けなかったですもん、それはあれでしょ、はい、あのバレちゃうからでしょ、
いや違います違います、バレるとかも関係ないで、私もマスクとか何もせずふいって歩きましたから。で声かけられないんですか？全く全然、はいはい全然そんなかけられないですよ。まあね、でももう今は有名ですから街で見かけたら声かけてあげてください。お願いします。